パンチするからさ、バリアしてみてよ。超能力危険集団詰め、20年も準備していた割に穴が多すぎる。一匹の象が千匹のアリを踏み潰すのにあれこれ考える必要があるか。だんだんかわいそうになってきたぜ。すでに日本政府に監視されていたことも、目の前の男の正体にも気づいていない。お前、政府が送り込んだ刺客だったのか。俺だけはな。だが他のメンバーも抱き込んだ。テロ決行前に内部崩壊を起こして爪は終了だ。こら、お前鈴木社長に嘘ついてたのか。そういう最低なことすんなよ。ホワイトノイズ、巻き込まれると身動きしづらくなりそうだな。凝固後の高度は鋼鉄並みだ。包まれたら最後。逃げる。お前、私をかわいそうだと言ったな。その言葉そっくり返そう。余計な仕事を増やさないでくださいよ。ああ、なんてことだ。一応うちの幹部たちなのにこんなにやっちまって。くそー。お前、俺と同じタイプか。はあ。支部長を失った程度で内部崩壊などありえない。爪の主力は五長と名付けた。私と五長がいる限り爪は無敵だ。やめるな。ここでお前だけでも。よくやった。やはり引きこもりをさせておくにはもったいない人材だ。はい、こんな俺が社会復帰できたのも社長のおかげです。